じゃあ始めていきたいと思います。私の発表、ラムダ計算でコーディングっていうことなんですけど、今回は第1回ということで、実はあんまり今回ラムダ計算までいかない可能性の方が高いです。なんでかっていうと、いろいろ僕が前向き長くなっちゃったからなんですけど、ラムダ計算ってそもそも何ぞやっていう話があって、ラムダ計算っていうのは、まあ多分計算モデルの一つっていうふうに言われることが一番多い言われ方なのかなと思うんですけれども、はい。で、そこでちょっと結構気になるであろうことがあって、計算モデルっていう言葉はじゃあなんだっていうことなんですけど、これ多分なんですけど、数学的な定義がある言葉じゃないんですよね、数学でよく使われる言葉の割に。まあ何、ないということを証明するのは一般に難しいのであれですけど、僕、少なくともいくつか受けた講義とか資料とか、和文英文ウィキペディアなど確認したんですけれども、数学的な定義は書いてないんですよね。で、なんでかっていうと、計算モデルっていう言葉には、多くの計算モデルにこう共通する特徴というのはあるんですけれど、それはどういうのかというと、ここになんか箇条書きになってますけど、決まった種類の対象から同じ種類の対象への関数や、その対象に関する述語をあらかじめ定められた直感的に言って、人間あるいは既存コンピューターが容易に行えるであろう操作の一定の組み合わせや繰り返しによって定義する定義方法の枠組みというような特徴を持っているんですけど、これ形式化しようとすると難しくって、そもそも計算モデルって大抵の場合同じ種類の対象っていう言葉を、このさっき使った同じ種類の対象っていう言葉を計算モデルごとに全然違ってくるので、でチューリング機械だったら例えば01が刻まれたテープになるし、レジスタ機械だったら2の長さの自然数が刻まれたテープになるし、ラムダ計算だったらラムダ項って呼ばれるようなある種の項になるし、クリーネの効率化された再帰関数なら自然数そのものになるし、オートマトンでは文字列から固定されたアルファベットからなる文字列だったりとか、セルオートマトンだと任意に広がった平面上に刻まれた01、まあ、正セル不セルとか結構バラバラなんで、で定義域が決まらないとやっぱりその上での操作の共通性みたいなのを特徴付けることもできないので、これはあんまりなんていうか数学的な、数学でよく使われる言葉の割に数学的な言葉でないっていう不思議な位置づけになってしまうんですね。で、じゃあどうするかっていうと、計算モデル2つあったときに、その2つの計算モデルの比較をしようっていうのが結構よく考えられることで、で、それを行うためにちょっといくつか定義をしましょうと。で、まず解釈可能性及びエミュレート可能性っていうものを定義したいんですけど、計算モデルを書くためにこういう AFAPA っていう3個組を考えますと。で、この時関数とか述語を作るんですけど、FA と PA はそれぞれ関数と述語をディノートするんですけど、そこで重要なことに、計算モデルって停止しないみたいな、あるいは未定義だっていうことが起こり得るんで、上矢印を足しておく必要がありますと。これはまあ無限ループを表す記号ということになります。で、ちょっとした問題があって、計算モデル上の関数や述語は、関数述語として外縁的に等しくても、まさにさっき新しさんの発表で出てきた関数外縁性っていう話ですけど、関数や述語としてなんていうか、集合論的には等しくても、定義の仕方、プログラムやアルゴリズム上の違いっていうのがあると、違うものだっていうふうに見なした方が自然だし、
そもそもそう見なさないと、この後やるエミュレーターの定義が実はうまく動かないんですね。なんで、これ、ここの、集合や関数、集合じゃない、関数や述語っていうのは、ちょっと拡張された、ちょっと、なんていうか、統合は、どういう統合が入ってるかっていうのは、結構ややこしいんで、ちょっとごまかします。で、あと FA と PA を使い分けてるけど、用に使い分ける、枠組みとそうじゃない枠組みがあるよっていう話もあって、オートマトンとかだと使い分けるんですけど、クリネの再帰関数とかラムダ計算とかを、あと、まあ要は実用的に一般的に使われているプログラム言語を計算モデルと見たときとかっていうのは、要はブール値を返す関数、そのブール値がプリミティブなブール値である場合と、それブール値自体が何かのコードになっている場合とありますけど、そういう、まあ、そういう違いはさておき、なんて言えばいいんだろう、要は中にブール値があるから、要は述語っていうのは関数の一種であるっていう取り扱いをする計算モデルもあるして、結構この辺はなんか計算モデルに依存する話っていう感じがあるんですけど、で、それでまあそういう2つぐらい注意事項がありつつ、じゃあ定義を見ると A と B を計算モデルとしてこういうふうに書きますと。で、関数の3個組で、何こういうインタープリターみたいなのって普通に関数っぽく書くより上付きのマークで書いた方が読みやすいんで、そうしたんですけど、かえって読みにくくなることもしばしば。で、IC っていうのが値レベルの、なんていうかな、写像で、ちょっと先取りしちゃうと単写になってなきゃいけないっていう条件がつく。で、IF っていうのが関数レベルの対応、IP っていうのが述語レベル。で、要は、順道系的なやつを定義したくって、まあ、こういう条件を満たして、かつ単写の時に、単写順道系、まあ、順道系と呼ばずに解釈と呼びましょうと。これは、要は、計算モデル A から計算モデル B への、まあ、計算モデルってプログラム言語みたいなもんなんで、トランスパイラーになってると。トランスパイラーの条件を数学的に書くとこうなると。で、そういうとき、こういう I が存在するときに A は B で解釈可能であると言いましょうと。で、今度は5個組考えて、つまり、何が変わったかっていうと、さっきは、F を F に移してたんだけど、今度は、F を F にって言ってた。関数を関数に移してたんだけど、今度は関数をなんか値に移してますと。こことか。あとここか。移した気が C になってると。で、これは、で、これで、あと Φ と、あと φf と φp っていうのがそれぞれ用意してあって、要は述語として動けと。要は万能、まあ万能チューリングマシンのことなんですけど、こうやって言ってしまえば、はい。こういうのを、こういうような、5個組をエミュレーターと呼んで、そういうのがあったらエミュレート可能ということにしましょう。で、計算モデルが部分適用に閉じてるかどうかって話があって、つまり、計算モデルで N 引数関数があったときに、その N 引数の1個を止め、特定の値で止めてしまって、N-1 引数変数にしたときに、それがまた、計算モデルの中で定義可能かっていうことが問題になるんですけど、まあ、普通に考えればそれは計算できそうなことだから、仮に閉じていたとすると、
エミュレート可能性は解釈可能性より弱いですと。なんでかというと、要はこの、なんていうか、φf と φp に第一引数をそれぞれ部分適用しちゃったやつはインタープリターになってるからですね。で、解釈とエミュレートの関係は、言語間をコンパイル、トランスパイルすることと、一方の言語を他方の言語で作られたバーチャルマシン上で実行することの関係とほぼ同じです。つまり、これは、できてる関数を別の関数に移してるから、こっちじゃない。できてる関数を別の関数に移してるから、要は、A と B をプログラム言語だと思ったときは、トランスパイラーになる。トランスパイラーっていうか、コンパイラーっていうかになってると。あるいは、こっちは、なんか、先に、なんか何でも受け取ってくれる関数述語を用意しておいて、そこに F を食わしてるから、そこに F を食わしてる。F を、なんか、値として丸め込んだやつを食わしてるから、要はこれは VM になってるわけですね。で、注意すべきことに、計算モデルは自分自身を自明な方法で解釈できますと。これは分かりますよね。要は、トランスパイラーだって言ったから、要は自分自身へのトランスパイラーって何だって言ったら何もしなくていいっていうことですよね。でも、エミュレートできるかどうかっていうのは相当非自明です。なんでかっていうと、自分自身がそもそも VM を作る表現力がないと、他の関数、自分自身であれ、他のものであれ、エミュレートできないですから、この2つの、なんていうか、二項関係は異なったもの、だいぶ異なったものですと。で、チャーチ・チューリングの提唱っていうのがありますと。これは、今説明した解釈可能性とエミュレート可能性を、持って、いろんな計算モデルを、チャーチとチューリングって結構昔の人なんで、当時知られてたいろんな計算モデル同士をこういう関係でもってどっちが強いとかっていうのを比較し続けたんですね。そうしたら面白いことが分かって、自然な計算モデルのかなり大部分は互いをエミュレート可能っていうことが分かって、でそのかなり大部分に含まれないやつらは全部、そいつらよりなんていうか、そいつらによってエミュレートできるのに、そいつらを解釈できないっていう弱い体系だったんですね。で、自然なっていうのはどういうことかっていうと、ここかな。計算モデルの共通点を最初に言ったときに、人間や既存コンピューターにできそう容易にできそうな操作を戻ろう。あ、すいません、ズームが変わっちゃって、できそうなほど、できそうな操作を組み合わせるんだって言ったんだけど、これとてもできそうにないほど複雑な操作を行えるっていうふうに仮定して、わざと不自然なやつを作ることがあって、とてもできそうにないほど複雑な行為の具体例は、プログラムの停止性の判定をさせるとか、真の乱数を生成させるとか、無限回ステップ繰り返させる。無限回ってつまり任意回じゃなくて本当に無限回
繰り返せるみたいな仮定を置いたりすると、そういうことをするともちろん、このある限界があって、そこに大量にいて他のやつらはそれより弱いみたいなことを今言いましたけど、それはあくまで自然なやつに対するなんか経験則であって、こういうなんかすごいことができるっていう仮定をしたら、もちろんその限界論は当てはまらないということにはなるんですが、まあ自然なものは不思議とこの条件で、不思議とこういうなんていうか限界ギリギリのところにわしゃって集まってて、それより弱いやつがちらほらいるみたいな状態になったんですね。で、この大部分のクラスでの計算モデルで計算できる関数を計算可能関数と呼びましょうというふうに、チャーチとチューリングっていう人が、定義と言っていいのかな、これは。だからこれ定義というのも忍びないし、何らかの定理ではもちろんないしっていうことで、定称っていう珍しい名前がついてますけど、チャーチ・チューリングの定称っていうのを行ったんですね。で、じゃあその大部分のクラスって何だっていう話ですけど、まあとりあえずチューリング完全クラスっていう名前がついてますと。で、チューリング完全クラスは今までなかなか明確な定義が難しいみたいな話をしてましたけど、チューリング完全クラスは明確な定義ができます。計算モデル A がチューリング完全であるのは、チューリング機械と A が互いに逆関数、 A が IC が互いに逆関数となるような解釈で相互に解釈可能。IC っていうのは値部分の、なんていうか、対応でした。だから、値部分の対応が行ったり来たりできるような、つまりだから、まあ、ここに案に全端者なっていう仮定が入ったわけですね。まあ、そういうような、解釈によって相互に解釈できますよという状態の時にチューリング完全クラスだと言いますと。で、ただチューリング機械っていうのが突然出てきて、チューリング機械はまあ歴史的にこれが計算モデルのクラスとして、クラスっていうか計算モデルの有名な例として使われてたので、チューリングマシンって、チューリング機械、チューリングマシンっていうのを大体こういう文脈で使っちゃうんですけど、まあ、これ単に基準にしてるだけなんで、好きなチューリング完全がメタ的に知ってるような計算モデルに変更できますと。なんか寒い上空が書いてありますと。で、これで、これ冒頭で、この説を読み始めたとき、冒頭で、かなりの大部分は互いに互いを MUI と可能でありって言ってるのに、ここは解釈になってるんですね。で、実はこれで十分なんですけど、それをちょっと証明しましょうと。で、まず前提、チューリング機械は、値レベルのエミュレーターが自明であるようなエミュレーターでもって、自分自身をエミュレートできます。これは、これがまさに万能チューリングマシンですね。さっきちらっと言った。万能チューリングマシンっていうのは、まあ、実際に作ろうと思えば作れますと。ただ、まあ、当然ブログにそんなの全部書くわけないので、リアクト。こんなもんしなくていいです。ただの苦行なので。で、A がチューリング機械で解釈可能ならば、チューリング機械でエミュレート可能だと。で、それはどうするかっていうと、チューリング機械上の自身のエミュレーターをこういう形で取っておいて、チューリング機械上、A をチューリング機械で解釈したときにこうなったとすると。で、そうすると、こういうふうに、要は、エミュレーターの関数
インタープリターとエミュレーターの関数部分をそれぞれ合成してやると、あの、A のエミュレーターとして動くんですね。まあ、計算してみると分かりますと。ちょっと待って、結構、バーって一気に話したから、あの、なんかここまででなんか聞きたいことがあったら、一旦ちょっとあの質問があったら教えてほしいです、この辺までで。これが一番大きいレンマかな。レンマ 1.3.4 というのが、A がチューニング機械と、これ日本語が長いね、 A がチューニング機械と IC が互いに逆関数になるようなインタープリタで相互に解釈可能なときに、 A は、要は自分の値をエンコードするときに高等関数となっているようなエミュレーターで自身をエミュレート可能だと。で、これもさっきと同じような方式で関数を合成していけば、そういうのが作れるんですけど、まあちょっと相当ごつくなりますね。3つ合成しなきゃいけないんで。で、まあ、証明は、実際に計算してみると、まあ確かにエミュレーターになってるっていうことがわかるんですけど。で、ちょっとこれを口で読み上げるのは多分誰も得しないと思うんでやめときましょう。で、A が B で解釈可能で B が C でエミュレート可能なら A は C でエミュレート可能っていうのが、まあ、これはこっちとほとんど同じ証明になるのかな。なんで省略しますと。で、A、B がチューリング関数。で、この2つを組み合わせると、A がこれらのこの連磨を組み合わせることで、A、B がチューリング関数なら互いにエミュレート可能であることが分かると。で、特に、自分自身のエミュレーターが作れるっていうのが、チューリング完全なモデルのかなり際立った性質だと言われます。で、これを定義したいと思う人も結構いるんですけど、それは実は結構難しくって、なんでかっていうと、さっき言ったような不自然でもっと強い計算モデルを考えたときにも、これを満たしちゃうようなモデルが作れるので、チューリング完全の非常に大きな特徴ではあるけど、定義にはならないんじゃないかなと思ってるんだけど、どうなんだろう。ちょっとこの辺はよくわからない。まあでもそれぐらいなんか大きくていい性質なのは間違いない。で、ラムダ計算もチューリング完全なものであることが分かっているので、ラムダ計算のコーディング手法を知っていることは、すべての計算可能な関数を理論上定義できるっていうこととまあ同じだと言えますと。というわけでラムダ計算に入りましょうっていうのが話の流れなんですけど、で、ラムダ計算、ラムダ計算のオリジナル版はチャーチっていう人が導入しましたと。現在に至るまでいろんな拡張とか足とか定義されてたりするし、あとこれから紹介するラムダ抽象っていうすごく独特な関数定義のノーテーションが便利な記法だっていうことでいろんなところで流用されてるんですけど、Python とか、JavaScript ともそうだっけ、とか Lisp 系とかのラムダっていうキーワードはこのラムダアブストラクションから来てるし、名前が来てるし、ハスケルのなんか無名関数作るときのバックスラッシュキーワードもラムダ
ラムダの形を、ラムダと形が似てるっていう理由らしいんで、なんか、ラムダ抽象っていうのは、とにかくいろんなところに影響を与えてますが、その中で、今回扱うのはオリジナル版のラムダ計算なんですが、これは極端なまでに文法が簡潔ですと。構文がたった3つしかなくて、BNF ではこうなりますと。ラムダ項というのは、バリアブルであるか、ラムダ項2つを並べて、括弧でくくったやつになるか、括弧でくくって、ラムダバリア、ラムダ、キーワードのラムダバリアブルドットラムダ項っていう形になるかの3つしか構文がないと。でただしここでバリアブルって書いてるのはプリミティブな記号っていう意味で、普通は加算無限項用意されていると考えるんですが、まあここでよくある注意事項でラムダとかドットとか括弧とかは他の用事で使うからそこには入れちゃいけませんっていう注意事項がありますと。で、こんなもんいきなり構文見せられたって意味が全然わからないんで、ここで上で定義されている、ラムダ項の直感的意味を説明するんですけど、重要な注意、これからの話を理解するために重要な注意事項として、ラムダ計算においては全ての項とか変数とか、まあ、要はプログラムでいうオブジェクトみたい、オブジェクトとも呼ぶべき、つまり全てが公開関数である、公開でもいい関数であると見なされていて、見なされるもしくは見なされうる状態になっていて、誤解を恐れずに言うと、自然数とか実数みたいなそれ以上分解できない値っていう概念が存在してないんですね。定義された値は全部関数として見れると。関数型プログラム言語で関数も何オブジェクト対象物だからみたいな説明をよくされますけど、ラムダ計算はもっとなんていうかラジカルで、対象っていうのはつまり関数だからっていう主張が成り立ちます。でさっき使った記号で言うと、要は値レベルがラムダ項の集合になっていて、ところが、関数レベルもラムダ項の集合で同じもので、述語はさっき言ったみたいにブール値をコードして作るので関数に含まれますよというなんていうかなんともラジカルな代物なんですね。あ、これ僕多分書き間違ってる。あーやらかした。ここ CA とか A っていう A で値レベルを指すときと CA で値レベルを指すときが混在してるな。ちょっと後で直しときます。論理学友の会のスラックとか YouTube にこれのリンクをばらまいてるんで後でブログを確認できるようにしてあります。ちょっと後で直しておくんで許してください。で、この3つの構文は名前がついてて、このバリアブル1個だけからなる構文のことを原子項って言って、バリアブル2つ並べて括弧でくくったやつを関数適用って言って、この最後のやつのことをラムダ抽象と呼びますと。この名前が各構文の直感的意味を表してて、原子項っていうのは変数1個のみによる構文がラムダ項であることで、関数適用は何ていうか言葉の通りで、ラムダ項が2個並んでたら前の方が関数で後ろの方がそれに何ていうか食わされる値だっていうふうに考えますと。でラムダ抽象っていう概念がやや難しくって、まずこの例を見ましょう。 fx=x2 乗って高校生ぐらいでみんなこういう形の式見ますけど、ここで x が関数の仮引数を意味するっていうのを左辺の x、この括弧 x っていうのが表しているわけですね。で、これによく f2=4 って書いたりする
ことを思うと、これはまあ一種のパターンマッチングですよね。パターンマッチングによって定義される。で、別の言い方をすると、変数 x が関数 f の仮引数ですよという意味を込めて、抽象化されているわけですね。プレースホルダーではなくて、あらゆる値が入りうる仮引数として働くっていうことを明示されているわけです。そういうのを抽象化と呼んでいると。で、常に f と常に共にあるっていうニュアンスで、f で束縛されているなんていう言い方をすると思います。ラムダ計算では変数の抽象化、まあ、つまり関数定義に、この種のパターンマッチを用いずに、ラムダ xt みたいな感じで書くと。これが x が角度、直後のラムダ項 t の中で t のって書いてあるのは t の中で仮引数として働くという意味になりま す。で、抽象構文しか見てなかったんで、いくつか合法なラムダ項の例を見てみましょうと。バリアブル1個はラムダ項だって言ってたから、x っていうバリアブル1個だろうと、ラムダ項ですと。x に y 適用させたらラムダ項ですと。さらに z 適用させてラムダ項ですと。ラムダ x、x。ここで、こっち側の x は、要は、この x とは意味が違うわけですね。x っていう、なんていうか、なんて言えばいいかな。x っていう変数なんじゃなくて、x っていう関数のための仮引数なんですね。だからこれは、x 受け取って x 返せって言ってるわけだから、これはつまりアイデンティティファンクションに対応するラムダ項ですね。まあそんな感じで。あと、これちょっと面白いですよ。xy って書いてあるけど、z が仮引数ですと言ってるから、x と y っていうのは定数で、z っていうのは、なんていうか、出てきてないから、これつまり定数関数なんですね。xy っていう項を必ず返せっていう関数です。はい、そういう感じです。で、略記っていう書いてあります。ラムダ項を完全に構文的に正しく書くと、こういうふうに、括弧がすごいネストしちゃうんですね。で、4つの略記を持ちますと。災害の項およびラムダ抽象の後の項の括弧を省いてよいと。まあ、これは紛れがないので。で、関数適用が連続するときに括弧が省いたら、それは、括弧を省いたらそれは左結合ですと。だから、こっちは何も括弧つけないっていうのが許されるけど、こっちは、YZ のところの括弧は残さなきゃいけない。で、反復適用に関して、こういうふうに t 個、t 個の、n 個の t が u の前にくっついてるっていうときに tnu と書きますと。特に勝手な t に対して、u は t の0乗の u っていうふうに書けると。これ結構後でよく使いますよ、これ。連続で、最後に連続したラムダ抽象があるなら、最初以外のラムダと括弧は省いていいと。まあだから、ラムダと括弧を省いて、こういうふうに潰すと。で、これらの省略法のうち、1番目と2番目は文字、だからつまり、括弧を省くっていうのは、文字通りの意味で省略なんですけれど、3番目と4番目は意味付けの上で自然になるような工夫でもあって、それは何かっていうと、ラムダ計算が扱うオブジェクトが関数で、関数適用が前者の項に後者の項を適用するっていう意味の略記だったことから、こういうふうに f を n 回反復適用するっていうのを f の n 乗 x っていうふうに略記することが何よくあると思うんですけど、それと同じ考え方ですよね、これって。
はい。で、最後の略記は実は極めて重要ですと。これを、これがね、これで今日終わりましょう。ラムダ計算の定義を読んできた中で、もしかしたらこんなふうに疑問に思われた方がいるかもしれないです。ラムダ抽象の構文は、あ、やっべ、ここバリアブルって書いたんですけど、はてな記号に潰されてますね。バリアブル一つしか取らなくていい、いいのかっていうことですね。要は2個以上を許さなくていいのかっていう、多変数関数の表現がなくならないかっていうことなんですけど、答えとしては取らなくていいんですね。で、説明するためには、ラムダ計算のことは1回忘れて、一般的な集合論を考えましょう。X to Y っていうのは、集合論では集合 Y から集合 X への関数の集合を表すという約束でした。ちょっとしたメタ読みなんですが、指数の形の記号を使うのって意味があって、指数法則をある意味で満たしている。で、それはどういう意味で満たしているかっていうと、こういう意味でですと、ここ直話ですけど、ここをなんていうか、下方的だっていうふうに読めば、まあこれ指数法則と何ら変わらない形の式ですけど、この何、シミラーイコールが、どういう意味かっていうのは難しくって、集合論の教科書だと前端者があることだって言うんですけど、絶対そんなに弱い条件じゃないんですけど、これもっと前端者が入ることを要求してます。もっとうまいっていうのがどういうことかっていうと、多分検論とか使うときれいに定義できそうですけど、両辺を、だから多分指数随伴とかインターナルホムとかを考えると、これが自然動形になってるみたいなニュアンスが含まれてるはずなんですけど、まあちょっとそれは僕は検論が苦手なんで、それはいいことにして、それらは明確に構成できて、直和から関数が関数同士の積に分解するっていうのは、こういうふうに、要は直和なおかげで、こっちから来てたらこっち、こっちから来てたらこっちっていうふうに関数を分解できるんですね。で、本命はこっち。直積から関数が来てたら、要は関数値関数に分直せると。で、なんで突然集合論の話をし始めたかっていうと、まさにこれが欲しかったからで、多変数関数っていうのは、言い換えると多変数を同時に受け取る関数で、さらに言い換えると何らかの直接集合からの関数になってるんですけど、まさにこれですね。まさにこれですね。これが同じ数の変数を順次に受け取っていく一変数関数値関数と同型になると。これが一変数関数しか定義できない状況で可変数関数を表現するための方法論ですと。で、ここでさっきの第4の略記に戻ると、略記にする前の形は1変数を受け取って1変数関数を返す関数値関数です。そうですね。1変数を受け取って1変数関数を返す関数値関数ですよね。で、略記の後の形を仮にこういうふうに括弧が入ってるっていうふうに思ってやると、多変数関数らしく見えますよね。
で、公文上は一変数関数のみを扱って、仮化によって多変数関数を表現する方法っていうのは、単に公文を少なくできるっていうだけじゃなくて、実効的な意味でプリミティブに多変数関数を許す方法より優れている側面があって、プリミティブに多変数関数を許していると、例えばこういうふうに定義したときに、x イコール1で止めたいっていうのはもう関数を再定義するしかないんですけど、仮以下による表現方針だと F1 っていうふうに書くと、あの関数引数を順次に受け取ることにしてるんで、なんか今まさに言ったあの1回止めたいっていうのができちゃうんですね。だからこういう意味で、あの関数を関数、特に公開関数かな、をプリミティブに扱う文脈では仮以下っていうのがめちゃくちゃ優れてますよっていうお話でした。とちょっと早口で申し訳なかったですが、STMU は、それはカッコ入れますね、多分。そういうときはカッコ入れると思います。読みにくいんで、それ。まあ、冷静に考えるとそうとしか読めないから多分そうなると思いますけど、多分その場合はさすがにカッコ入れるんじゃないかなと思います。あ、今新しさんに返事した、はい、そんな感じです。とりあえず話したいことは以上なんですが、何か質問などはございますでしょうか。